こんにちは、アドブローです。今回はですね、地元にほど近い、某 S 市の、ダブルスの大会に出てきましたので、その様子をね、レポートしていきたいなと思います。今回はその、1試合目の様子をお届けしていくんですけれども、この日ですね、今アップの映像を流しているんですけれども、前日の夜に結構強い雨が降りまして、コートは湿っているような状態ですね。気温自体は結構上がっていたんですが、ボールはちょっとこうラリー続けてると少し湿ってしまう、そんなコンディションでした。で、使っている道具に関してちょっと最初にお話ししておこうかなと思うんですけれども、最終的にですね、いろいろ考えたんですが、E ゾーンの 98L にポリツァーストライクの125と120を組み合わせた、昨年も大会の時はこれだよねって、言ってた、セッティングで臨みました。ペアもいますし、下手なねプレーはできないということで、無難なチョイスで行かせていただきました。でこの日なんですが、デフォが結構出まして、一応ですね、3組総当たりのリーグという形になりました。8ゲームマッチの、セミアドですね。でお相手の方ですね、は第2試合になります。こちらのペアは一応こちらのペアというか、自分たちは一応1試合目見学をして、相手がどういう感じで来るか、なんとなくね、様子をつかんでから臨んではいたんですけれども、とにかくその1試合目が激しい試合で、どっちのペアもめちゃめちゃボール速いし、で最終的に、こちらのその今戦っているペアが 6-8 で負けてしまっていたんですけれども、非常にね内容の濃い試合でした。で立ち上がり早速ね、相手のその速いボールについていけなくてもどんどんポイントを落としているというのが続いております。で一応相手は右利きと左利き、2人ともブレードを使ってましたね、確かに。でした。で立ち上がりはもう相手のバックをね積極的に狙っていこうというような感じでやっております。でここをね、天空ロブ使うかと思ったらね、全然前に飛ばせてなくて、一言で言うと非常に緊張してました。久しぶりのね試合でしたし、かなり緊張してましたけれども、サーブに関しては非常にあの確率とコントロール良かったんじゃないかなと思います。もちろんそのエース取ったりとかっていうようなね、そういう感じではないんですが、以前の動画でもお話ししましたけれども、あのペース上げすぎると全体的にこうね、崩れてしまうので、まずはしっかりコントロールと確率を重視しながらやってるという感じでした。でここ相手のねフォアが非常に良かったんですが、しっかり回り込んでね、ゲームキープすることに成功しました。で相手のサウスポーの方は、スピード自体はねかなり抑えめなんですが、回転のかかったサーブで、フォアがもうねかなりキレキレで、小さなテイクバックからスパンとねスピンの効いたボールが飛んでくるんで、できればねあのストローク戦はあんまりしたくないなと思いながらやってました。で向こうもその第1試合めちゃめちゃ熱い打ち合い、熱い試合内容、をこなしてきているので、で、一方でこちらのペアは第1試合ですし、そもそもあんなペースで打てないだろうねという話はしていたんで、どうやってその相手のその強打であったりとか速いペースを防いでいけるかっていうのを考えながらプレーはしてましたね。でここも前に入るっていう展開までは作ったんですが、ヨネックスのね、ラケットの根元に当てるっていう一番美味しくないあの当て方をしてしまってミスをしてしまいました。正直立ち上がりねサーブ以外はちょっとパッとしない部分はありました。でここですね。こちらのペアは結構なんだろうな、自分たちのペアですね。自分たちのペアは割と、どうしてそこミスちゃうんだっていうプレーが多かったです。で逆に相手ペアはこういうチャンスボールというか打ち込む時のミスがまだ出ていて、おそらくですけどそのペースがね遅すぎるんだと思うんですよね、こちらの。
まあそれは狙っている部分も半分ありますし、まあそもそもこんな速いペースで打てないよねっていうのもありますし、で僕はここでもうね中ロブ系のショットみたいなのを使って、まあ、前衛かわしながらちょっとペース上げずにラリーだと思ってやってました。ただちょっとね、やる気出しすぎたらバカッとしちゃいましたね。はい、はい、こういう感じで相手、まあ、サーブね、積極的に速いボール打ってきますし、うん、かなりこう押される場面は多かったですね。でここもなんかこう相手の陣形をね一瞬崩してるかなっていうような雰囲気のところまで行くんですが、まあ、なかなかねこう、崩しきらないという感じで 2-3 で、自分のサーブですね、まあ、ここは 3-3 にしておかないと当然きつくなってくるのでっていうところなんですが、はい、でここもロブでね一旦時間作りながら体勢を整えるっていうのが、まあ、結果的に良くなって、まあ、さっきも言った通りまだその序盤に関して言うと向こうは割とこう時間のあるボールに対してミスが出ているのかなと思います。ただここね決めてほしかったですね、はい、っていう感じで、うん、まあ双方まだミスが出てますがサーブはですね非常に確率よく入れられていたので良、うん、かったかなと思います。でここもうまく前に入ったんですが最後ここもフレーム根元の方に当ててしまってブレークポイントになってしまいましたと。でここセンター狙ったらですねもう明らかにねあのバック打ちたくないっていう立ち位置にいたんですが、まあ、最終的にその、ねバックで決められちゃいましたね、はい、ラインに乗ってましたということで、まあブレークされて 2-4 の状況ですね、うん、まあ、やはりスコア的にリードされていることもありまして押され気味ですね。ここもちょっとリターンから前衛が届かないような中ロブ系打ってやろうかなと思ったらフレームショットしちゃいましたね、はい、うん、ちょっとこうショットのチョイスがねあんまり良くないシーンが僕はまだまだ多い。そしてボレーねこれまあそんなすごいね悪いわけじゃなかったんですが、まあ、結局ネットにかけてしまってというところで、まあ今回ストリングアルパーの 1.10 か、このポリザーストライクのコンボかで悩んだんですね。でただ1試合目見た時点でめちゃめちゃ打つ人たちしかいないじゃんこのリーグと思って、はい、だもんで 1.1 だと多分抑えきれないなと思って、まあ、1.25、1.20 の、ね、ポリザーストライクにしたんですが、まあ、ストロークに関して言えば、まあ、それで正解だったかなと思います。ただやっぱりねちょっとボレーに関しては 1.1 の方が、まあ、軽やかにはさばけたろうなとは思います。まあ、そこら辺はもう本当にトレードオフの部分なんで、うん、難しいんですが、はい、言うてこのレベルになるとまずストロークちゃんとね打てないとダメなんですがここはダッサイですね。空振りしましたね、はい、でまあこのゲーム非常に良くないプレーがここで連発して最終的にちょっと落としちゃうんですね僕のせいで、はい、なんですけどやっぱりね結構そのリターンからストレート狙われてたんですね、はい、でまあここもねタッチはありましたね、はい、ポイントねだいぶ先行してたのにリード溶かしてしまってデュースというような感じでした。なのでこうストレート狙われるしまあなんて言うんでしょうこっちが前で勝ってしないとダメだって思う気持ちがちょっと強すぎてここね相手いいショットでしたね。いいショットでしたね。いいスピンでちょっとこう届かない後衛も、ちょっと間に合わないというような感じになってしまいました。でまあ結果その僕はネット出るときに、気負いすぎましたと、はい、で結果空振りしたりなんだりという感じでミスしてしまってでここもね惜しかったんですけどサイドアウトになってしまって3-5という形でまた劣勢になってきました。まあこういうラッキーなねポイントとか生かしていきたいですね。で僕はリターンに関しては、まあ、ここねひどかったんですけれども基本的にはもうちょっと弾道を上げて前衛をかわしながら、まあ、ラリーに持ち込んでいくようなイメージで考えてました、はい、だったんですけれどもここもね勝ち込まれてしまいましたね。今バックのブロック気味に、ね、悪くないリターンでしたが、まあ、最終的に落としてしまって 3-6 ということで、まあ、非常に、ね、リードされていて苦しい状況の中自分のサービスゲームですね、はい、
で前の動画でも、お話ししたんですが、まあ、迷った時はあんまり際どいコース行ってねフォルトしたりしてセカンドになっちゃうっていうのは避けたいので、基本的にはスライス気味に、ボディに打っていくっていう作戦をチョイスしてます。はい、でここもロブ気味のボールだったんですが、ちょっと相手に、ね、中入り込まれてしまったのはちょっとね良くなかったですね。もうちょいああいうボールでラリーを続けるのは深すらないって感じでしたね。はい、でここはもうサインプレーで、まあ、緩めのスピンをワイドに入れてみようという感じでしたね。で相手、まあ、本当にどちらもねフォアハンドは非常に強くてあまり進んで打たせたくはないんですが、とはいってもずっと打ってるとバレちゃうので、はい、というところで、で相手非常に動きがいい分こちらとしても、なんでしょう、コーチに来る可能性っていうのはすごく考えないといけないのかなと思っていて、まあ、もう僕の頭の中では一応、まあ、2回に1回か、そのぐらいの確率でちょっとこうストレートアタック、ストレートリターンしていこうかなぐらいに考えてました。ここもね序盤展開こっちの方が有利だったんですが、まあ、僕のねヘポこぼれもありまして最終的に落としてしまうと。本当に、ね、ここの左手から来るフォアハンドのねこのスピンの効いたボール、あれがねなかなか崩せなかったんですが、ここは頑張ってポイント取りましたね。でここ相手のスライスにね、めちゃめちゃ回り込んで、もう本当にオープンコートできまくりだったんですが、ネットギリギリに落ちてくれたおかげでなんとか相手のミスを誘うことができました。だここもね相手非常に動きいいですね、バックの高い位置、そしてそこから今回は僕あ先回り込みすぎたなと思ってバックで、まあ、緩くロブで返すかと思ったら、まあ、読まれてましたねと、まあ、非常にこういいジャンピングのスマッシュ食らっちゃいました。はい、ということで最終的にここも落としてしまいまして 4-7 で、まあ、ここ落とすと、まあ、相手の勝ちというところですね、まあ、キープして いかないといけないという状況になってます。こういう感じで、まあ、セカンドになるとねやっぱりもう回り込まれるし、どっちもフォアハンド強いし、なかなか厳しい中で、ただこういう、そういうなんていうんですかね、強打する人、ね、テンポの速いラリーが好きだからこそ、まあ、デスボールですね、勢いのない、ペースのない死んだボールが、まあ、効いてる場面が多々出てるんじゃないかなと思います。でここはね、まあ、ちょっと非常に怪しかったんですが、まあ、おまけしていただきましたというような感じかなと思います。で 5-7、はい、でここもねちょっとロブ狙いましたが長くなってしまいました。はい、そしてサービスエースで、サービングフォーサマッチが30ラブで、まあ、かなり追い込まれてますが、相手もちょっとミスが出てきているところはあるので、まあ、なんとかね食らいついていきたいところですね。はい、ここら辺もちょっと、まあ、なんとかコンビネーションでつないでるような感じですね。はい、やはりこう早い直線的な打ち合いになってしまうと、もう相手のペースにどうしてもなっていくのかなと思うので、はい、こちらとしてはもうペース上げすぎないというところ大事かな。ただマッチポイントだったんですが、なんとかちょっとねリターン返してデュース。でここはもう単純に当たらなかったです、スライスサーブに対して。はい、でもう一度マッチポイント。はい、さあ続いてここはサイドアウトで一本勝負ですね。はい、でこのゲームの内容を見てアドサイを選択しました。でまあねラッキーなことにダブルフォールドということで、まあ、首の皮一枚つながった。でまあここ取れば 7-7 に追いつけるゲームですね。はい、で僕のサービスゲームです。ちょっとこうねペースのないボールを意図的に使っているんですが、ちょっとここはねコンビネーションというかポジショニングが噛み合わなくて、はい、相手の流して打ったやつが決まってしまいました。でここは非常に危険だったんですが、まあまあ結果オーライという感じですね。スライス系のロブが、いい感じにタイミングを外したということをしておきましょう。
ここも、まあ、さっき言った通り、まあ、困った時は、まあ、ボディ気味のスライスであまりリスクを取らないというのを考えながらやってましたが、まあ、やっぱりねここら辺で相手の思い切りのいいプレーが刺さってきますね。でここも相手のバックにはしっかりコントロールできていたんですが、マッチポイントになってしまいましたという感じですね。さあマッチポイントでやはりボディに近いスライス系のボール、はい、でそこから前に引いてもらう、これは非常に綺麗な形でしたね。はい、しかしもう一本マッチポイント、ここ相手のフォアの非常に強烈なボールで僕がつなぐだけになってしまったのを最後は、強烈なスマッシュで決められてしまって、最終的に 6-8 で負けてしまいました。まあ途中なんとかね盛り返した部分はあるかなと思うんですけれども、まあ、ちょっと届かずということで、はい、サービスゲームも最後落としてしまったのがちょっと痛手だったなという感じでした。ということで、次ですね、予選の第3試合ですね、まあ、最終戦、次の動画で、解説していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。